29勝のうち13勝がノックアウト。公式計量は117パウンド2分の1。イギリス・ヨークシャー・ドンカスター出身。元 IBF 世界バンタム級チャンピオン。今夜の試合はこの階級で獲得した2つ目の世界王座の6度目の防衛戦。WBA 世界バンタム級チャンピオン、ジェイミー・マクトレア。この10年間無敗です。近代ボクシング発祥の地、イギリスが誇る世界チャンピオン、ジェイミー・マクドネルです。全階級を通せの最強ランキングとされるアメリカリングマガジン誌のいわゆるカウントダウンのトップ10常連となり、また我々の想像をはるかに超えるスピードで急成長を続けている怪物が今夜は青コーナー。そのプロ戦績は15戦全勝。この全15勝のうち13勝がノックアウト。新たな階級での初戦がなんとまた世界タイトルマッチとなる。前日の公式計量はバンタム級リミット118パウンド。大橋ジム所属、現在のランクは WBA 世界バンタム級第2位。そして今夜また我が国の最速記録で世界王座の3階級目の制覇に挑む元 WBC 世界ライトフライ級、そして7度の防衛を果たした未だ無敗の前 WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン、モンスター井上です。期待が大歓声となってこだましています。日本最速での3階級制覇を狙う井上尚弥です。さあ両者が向き合いました。まあ山中さん、一つはこの身長差ですね。そうですね、この身長差で、溜め合ってスタートからどのような距離感になるのかというのが、注目ですね。身長差10センチ、腕の長さリーチの差でおよそ12センチあります。懐が非常に深い相手、チャンピオンのマクドネル。この距離のハンデを井上尚弥がどう落としてくるか、これが一つ最初の大きなポイントになると思います。さあ3階級制覇への挑戦が始まりました。Here we go. Now yeah in a way versus Jamie McDonald.Let's get it. それさえ見切ればすぐに打ち込みに行くと思います。まあ、村田さん、身長差で10センチ、リーチ差でおよそ12センチという数字は、これはちょっと無視できない数字でもありますよね。まあ、もちろんですね。ただそのただの数字だけじゃなくて、踏み込みの距離、速さ、あ、左ボディが当たった。距離に直結しますからね。この速さがあれば距離はもう潰せてしまいますね。そういうことなんですね。山中さん、今のボディは確実にプレッシャーになったでしょうね。そうそう、序盤ちょっと様子見るかなと思いきや、すぐに踏み込んで、はい、潰してましたね。戦前言われていたこの身長差、距離のこの低い、これをあっという間に潰しにかかっている井上尚弥。McDonald was able to dodge a couple punches there, jabbing to the body.But stunned with the left hook. It does not look good for Jamie McDonald right now as he drops to the canvas. And here we go. In a way, looking to finish his guy.And down goes McDonald on a blistering combination that has him technically knocked out in a way with the KO.
それがうまくいったというところがまずありましたよね、とはいえ相手は10年間無敗、このベルトを取ってから4年間負けていない、これが6回目の防衛戦というマクドネルだったんですが、まあ、ボクサーとしてのレベルがですね、井上選手はやっぱりスーパーフライであろうがバンタムであろうが、もう頭一つ二つ図抜けてるってことですね、これが最後まとめていったシーン、この前の最初のパンチでも効いちゃいましたね、そしてあの試合開始早々ですかね、あの左のボディが相手にプレッシャーを与えて、もうあれでチャンピオン後ろに下がり始めましたもんね。そうですね、一発目のパンチに届かなくても強引にいける、はい、いけて当てる力がありますから、はい、まあ、昨日計量を終えてその時計量チャンピオンの方が非常に苦しそうな感じ で今日当日計量というのがあったんですが、当日計量でチャンピオンは65キロという1日で15キロ。 Once Inoue has his man hurt, he finishes the job. No doubt about itThis man is a devastating puncher. Or maybe this guy McDonald doesn't have a great chin. Maybe. But in a way, he's moving up in weight, continuing to get the knockouts. Brilliant performance here, first round KO. Naoya Inoue, easy work.It's not like this was some kind of a, you know, this was a fight where Inoue was expected to win. He was expected to get a KO. But this was, you know, definitely a lot quicker than anticipated.昨年の秋重量級でシーズン1として開催されたんですが、シーズン2としてバンタム級の開催が今年の秋に予定されています。井上のもとにはその参戦のレターはもう届いています。各団体のチャンピオンが参戦を決めています。そこにおそらく井上の名前は入ってくると思います。そういった真の世界一決定戦への道もこの勝利で開けてきました。さあ井上尚弥選手ら今大橋会長と抱き合って喜びを分かち合っていますが、喜びの声が聞けそうです。会場の皆さん、そしてテレビをご覧の皆さん、やはりバンタム級でも怪物でした。井上尚弥選手、おめでとうございます。ありがとうございました。皆さん、これはボクシングです。早すぎるとかいうクレームはちょっとご勘弁ください。井上選手、それでも早すぎました。まあ、自分でもびっくりします。この結果、ものすごく練習してきた結果が出てすごく満足しています。そしてイギリスからわざわざ、日本まで、来てくれたチャンピオンに感謝します。10年間無敗のチャンピオンです。そして井上選手にとっても初めてのバンタム級、ワクワク感もあり緊張感もあり、試合前ピリピリとした緊張感もありました。臨むまでどんな気持ちでしたか？いや、もう楽しみな気持ちがいっぱいでしたね。まあ、でも今日めちゃくちゃ硬かったです。出だしからぶん回しちゃいました。もう破壊力が凄まじいものがありました。階級を上げてさらにパワーアップしています。どのあたりで試合の感触つかみ始めましたか？いや、もう控室アップしてる時からもうちょっと動きが違うなと、パンチのノリも違うなと感じていたんで、まあ、当たれば倒せるという感覚はあったんで、まあ、それが試合に出て本当にホッとしてます。そして日本はもちろん、イギリス、アメリカ、世界がこの試合を見ていました。十分なアピールできたんじゃないでしょうか？はい、まあ怪物ぶりはアピールできたのかなと十分に思います。
I'm not sure what he said. Translate. WBSS. World Boxing Super Series. Let's get it. Let's get it. He's in. He's in the... I already know that shit. Naoya in the World Boxing Super Series. Let's get it. Let's get Inoue. Just announce he's fighting the best and the brightest in the bantamweight division. Tate. Ryan Burnett. And the other dude, Emmanuel. Inoue will be in the World Boxing Super Series. That's official. He can't fight these guys.